うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。鉄道動画コレクションサクッと編。快速マリンライナー40号岡山行き5番乗り場14時40分の発車です。予算線特急列車石鉄信州道号松山行き7番乗り場14時50分の発車です。特急列車石鉄信州道号松山行き7番乗り場14時50分の発車です。予算線各駅停車高井行き4番乗り場14時52分の発車です。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、寿司焼きです。それでは動画振り返り行ってみたいと思います。今日の動画は、後ろは乗れません7200系ワンマン運転の普通列車坂出行きが高松駅を発車、編成動画も撮影したという動画です。はい、今回は7200系 の、 あのワンマン列車ですね、こちらの動画となります。7200系のワンマン列車っていうのは、あの普通のワンマン列車と、あと私が勝手にね、隠れワンマン列車って言ってる、ワンマン扱いと公式的にはなってないワンマン列車と2種類あるんですけれど、今回は普通のワンマン列車ですね。で、この、 あの JR 四国の場合、通常のワンマン列車は1両編成じゃないと、いけないというか、1両編成で設定されているので、この7200系も2両なんですけれども、後ろの1両は回送にして、で前1両だけを営業運転にすることによって、まあまあ無理やり1両編成として運転すると、あの JR 四国ではね、よくあるパターンのワンマン列車ですね。はい、まあこれね、多分普段四国にねおられない方とかだったら、まあ面食らうねこの扱いなんですけれど、ただまあ JR 四国ではもう当たり前にやってるっていう形で、はい、
まあそのね、7200系の場合は、まあ、必ず1両にできないのでもうこのパターンでしかないんですけれどもね。で今回も前の1両だけの列車となっております。ちょっとね、隣の、まあ、N2000系のねディーゼルカーのね音がうるさくて、ワンマン運転のね、あのワンマン放送とか、あの、全然聞こえなかったんで、まあね、また静かなところで、うん、ディーゼルカーが止まってないところでね、また撮影したいなとか、あとまあ乗車してもいいですしね、はい、思っておりますけれども、まあ、ちょっと今回はそういう意味ではちょっとうるさかったんで、ディーゼルカーがね、あんまりあのワンマン列車の特徴的なねものはあんまり、まあ車外のね、あの表示ぐらいでしか撮れなかったんですけれど、はい、まあまあ近いのでまたね、7200系の、 あの通常のワンマン列車もね、あの乗車して、動画にしたいなとは思っておりますので、よかったらチャンネル登録していただいて、でね、他の動画も見ていただけると嬉しいです。あとさっきの隠れワンマン列車ですね、撮影はしておりますので、その列車はまたね、近日中にまた動画出そうかなと思っておりますので、気になる方ね、チャンネル登録していただいて、でね、他の動画を見ながらお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。